こんにちは。皆さんすでにご存知かと思うんですが、2019年6月5日、YouTube はコミュニティガイドラインを改定しました。その中の一つに、差別動画の投稿禁止があります。今後一切、差別的な動画、いわゆるね、日本で言うと、ヘイトスピーチを含むような動画は一切投稿することができません。すでに、動画、YouTube 簡単使いこなし444号に詳しくね、書いていますが、その、差別動画を禁止するについて、詳しくお話をしますと、差別動画の禁止、年齢、性別、人種、カースト、宗教、性的指向、従軍経験に関する差別の根拠として、特定の集団の優位性を宣伝する動画を禁止する。はい、ということで、差別動画、これ当然、ヘイトスピーチを含む動画も対象となります。まあ、日本ではね、皆さんご存知のように、去年2018年5月15日に、ある動画、ヘイトスピーチを含む動画を YouTube で発見した方が、YouTube に対してね、削除依頼を行ったら、その3日後の5月18日に削除されたということを発端にして、まあ、YouTube 上でね、ヘイトスピーチを含む動画を削除しようという動き、YouTube 春の晩祭り、夏の晩祭り、ずっと続いたんですけれど、そういった活動が行われ、近隣の国々の皆さんに対する、また、在日の皆さんに対するヘイトスピーチを含む動画が、削除されていきました。まあ、この背景にはね、5チャンネルで、活動を、ね、行ってきた皆さんの、まあ、大きな、力があったかと思います。ありがとうございます。私もね、微力ながら、去年の10月、アメリカ YouTube 本社に行って、日本におけるね、その、5チャンネルの、皆さんがやってきた、ヘイトスピーチを含む動画の、削除活動、通報活動に関したレポートをね、YouTube の中の人にね、直接渡しました。そのレポートもね、今回の、結果につながったのかなと思っているところでございます。まあ、本当ね、差別動画の禁止というふうに、まあ、YouTube のコミュニティガイドラインが改定されたことは一歩前進ではないかなと思ってます。ただ、SNS、インターネットを見ると、Twitter とか Facebook とか、その他にもね、ヘイトスピーチを含む動画とか言動とか、差別的なものが、まだ見受けられます。ですんで、まあ、こういった YouTube がね、コミュニティガイドラインを禁止したということをね、いろんな方面にもね、広げていって、まあ、完璧になくすってことはできないかもしれませんけれど、ヘイトスピーチ、ヘイトスピーチを含む動画、そういったものをね、減らすという活動をね、さらに強力に、続けていきたいと思っております。はい、5チャンネルでね、一生懸命ね、ボランティアとして、YouTube に対して動画レポートの活動をね、行ってきた皆さん、誠にありがとうございます。その結果、YouTube のコミュニティガイドラインが改定されて、差別動画の禁止っていうね、結果に結びつきました。これからもね、私もね、微力ながら、自分でできることをね、やっていきますんで、今後ともどうぞよろしくお願いします。はい、ということで、今回の動画はこの件で終わります。失礼します。